7月2日日曜日の全国の天気をお伝えします。では天気図から見ていきましょう。前線が南下し広く天気が回復します。ただ九州ではすっきりしない空が続き、東北北部や北海道は低気圧の影響を受けて雨の降りやすい空となりそうです。それでは天気の移り変わりを見ていきましょう。東北南部から中国四国地方にかけて日差しが届き、天気は回復する見込みです。東北北部や北海道、日差しが届いても雲が広がり雨が降ったり強まる恐れがあるためご注意ください。そして九州は梅雨空が続きますね。これまで雨量が多くなっている地域では少しの雨でも土砂災害の発生に警戒をしてください。日差しが届くエリアでは気温も上がりそうです。気温予想を見ていきましょう。午後14時の予想を見ていくと、関東から西の広い範囲で30度以上、真夏日を予想しており、関東や東海の一部では35度を超えて猛暑日となるところもありそうです。熱中症対策はしっかりと行ってください。詳しい情報はお天気アプリウェザーニュースからご覧いただけます。